島県住みます芸人ペンギンナッツが皆さんの助っ人に。ペンギンナッツお貸しします。レッツシェアザペンギンナッツ。さあ今回のお手伝い、はい、これどこに行ったらいいんですか。ですね、磐梯町の農家さんのところに行ってください。お、磐梯町の農家。農家ということは力仕事なのかなと。めちゃくちゃきつい可能性あるね。雨の中やってきたのはこのビニールハウス、天寿ファームという農園にお邪魔します。お邪魔します。お邪魔します。失礼します。わわわ、あらららら、はじめまして。どうも、どうもペンギンナッツと申します。よろしくお願いします。今回、はい、お手伝いしに来ました。ありがとうございます。よろしくお願いします。お待ちしておりました。めちゃくちゃ若いっすね。確かに。はい、今36歳です。もともとお父さんのお米を手伝ってて、はい、で独立してトマト農家を始めたみたいな感じで。そう、鈴木さんが作っているのはトマトなんです。この季節、秋冬にかけて、うん、まあ、美味しいというか。そうだよ。秋になっていくにつれてどんどん味が濃くなって甘くなっていきます。へ、味が変わるんだ。そうですね、甘いトマトを食べたいときは秋の方がいいですか。雑なんだよ。いや、もう目で雑なんだよ。目で訴えたら分かるから。ちょっと味見とかさ、ちょっとそういうなんか言い方ないの。味見は雑にならないようお願いします。最高。めっちゃうまい。あ、ほんと？めっちゃみずみずしいし、うん、この甘さもまたたまんない。うん、あ、もう甘さ断じないに、うん、こんなに違うんですか。そうね、秋になると水を切って栽培するので、その分、うん、あの水分量が少ないので味も濃くなります。なるほど。さあ、今回のお手伝いは収穫をしていただきたいなと思ってて、で、今日僕誕生日なんですよ、実は。え、この今日？そう、今日まさにこの収録日が。そうです、誕生日プレゼントも兼ねて、ちょっとあの馬車馬のように働いて。いや、ちょっとちょっと。収穫するのはプチプヨというミニトマト。皮が薄く、果物のように甘い、今大人気の品種です。よし、ほら、綺麗綺麗。あ、綺麗。一心不乱、黙々と取り続ける2人。しかし、稲野さんにトラブルが。はい、はい、美しいです。あ、ダメですね、これ見てください。ダメ。これ今、はい、ヘタを取った時にここが多分パリって割れちゃったんですね。うわ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 、完全に僕のせいじゃないですか、うん、そうです。やっちゃいましたね。そうです。ここが割れちゃったら、これは B 級域になりますね。剥けちゃう時もやっぱありますよ、トマトの状態で。いったんだな、これは。うん、すごい綺麗です、ね、表側も見てください。大丈夫ですね。ちょっと見込んでます。あ、大丈夫です、このぐらいの見込みは。表、こっち、こっちばっか気にすぎた。裏全然見てなかった。そうです、こっち側も。あ、表も見てください、はい、一郎、はい、収穫の方終了と、はい、ちょっとごめんなさい、なんか少ない感じになってますけど、収穫が、ね、秋はそもそもそんなにあの量が取れない時期なので、このぐらい取れれば十分だと思います。なるほど、よかった、よかった、よかった。実は鈴木さん、収穫の他にどうしても2人にやってもらいたいことがあるそうなんです。ライブ配信アプリで、実食で僕の加工品の青トマトカレーという商品あるんですけど。そう、青トマトカレー。そうなんです、カレーがあるので、その青トマトカレーを実食してもらって、実際にこうライブコマースで販売していただけたら嬉しいなと思っております。なんかいろいろ情報が増えましたけど。ライブコマースとは、携帯のアプリなどを使ってライブ配信で商品を売る方法。コロナ禍で対面販売が難しい中、鈴木さんはよく利用しているそうです。そして今回売るのはこのセット、カレーにドレッシング、蜂蜜付き。売上のノルマは1万円です。はい、ただいま、ライブ配信中でございます。
誕生日なのでこちらのセットをご購入いただいた方皆さんに僕のバンダイジオファーマーズの仲間のライバーハチヤスの蜂蜜 50g をプレゼントしようと思ってます。今話に出てきたバンダイジオファーマーズというのはバンダイ町の若手農家集団のことで、鈴木さんもその一員。そしてハチヤスというのはバンダイ養蜂場の鈴木智康さんのハンドルネームなんです。せっかくだから呼んでみましょう、はい、じゃあせーの行きましょう。せーの、ハチヤス。皆さん、もう膝バキって言いましたけど膝バキって言いました ね。国産 100% のハチミツです。でこれが今回つきますので皆さんよろしくお願いします。僕の加工品の商品の美味しさとかを伝えていただいて美味しそうだなと思ってくれた方がもしいたら買ってもらえるかもしれません。おいおい、なるほど、はい、なのですごく食レポのこの技量が試されるのですごく期待しております。まあ、言ってみれば僕10年服しますんで食レポの仕事なんてむちゃくちゃやりましたから、ね、はい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 、はい、まあ、任せてください。おー、はい、試食する青トマトカレーは水を一切使わずに野菜の水分だけで作った無水カレーなんですって。そして試食を一層盛り上げるためにさっき収穫したプチプヨをトッピング。さあ稲野さん、ノルマ達成のためにコメントをどうぞ。うまい、おお、うまい、ありがとうございます。これフルめちゃくちゃフルーティー、これがまさにトマトってことですね。そうですそうです、めちゃくちゃフルーティー、はい。もう少し味の感想お願いします。これがすごいのがフルーティーじゃん、うん、でこの野菜の甘さがあるでしょ、その後にですよ、うん、これスパイシーなのが喉にくるんですよ、はい、これがまたたまんないんですよ。今度はプチプヨと一緒にいただいちゃいます。うまい、同じじゃねえか感想が同じじゃねえかよ。トマトがまずなんだよ、トマトがうまい。売れましたか皆さん、まだ売れてない、いかがですかね、ちょっとまだ売れてない、これあ、来ました、やったー、売れました、ありがとうございます。しい、これはすごい、うま、売れた、売れましたよ、これ確実に売れてますね。その後も次々と売れたようで、今この缶で1万8000円ぐらい売っていただきます。あらら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 ら、よかったよかった、でもそのぐらい美味しいやつをみんな買ってくれてありがとうございます、本当ありがとうございます。それでは今回のお手伝い評価をしていただきましょう。丸か×かどっち。もちろん丸です。やったー、もちろんです。トマトも丁寧に揉いでいただけましたし、うん、ライブ配信でもすごいたくさん売っていただいたのでもちろん丸です。まあ今回我々の方がちょっとね、はい、初めての経験させて勉強になった部分も多かったんですが、はい、こうやってね鈴木さんも喜んでいただいて ね、我々もちょっと嬉しかったです、はい、楽しかったです、ありがとうございました。ありがとうございます。